師匠それの面白いラジオ。マサタクミスラジオ第15回霧ヶ谷神戸の師匠と。はい。よろしくお願いします。よろしく。暑くなってきましたね。ねえ。もう、うん、これ以上暑くなるのかって毎年この時期に思うんですけど、<laughs> 気づいたらもう猛暑になって。はい、なんか。 あれより暑くなるとか言ってたよなみたいなのをなんか朦朧としながら思うっていうもうちょっと前の自分の感覚そうほんでもう諦めるじゃないですか夏というものの暑さに対して。 <laughs> 諦めが入るんや一応 <laughs> そう「あもう無理やわ」ってもう抵抗してたんそれまではそういやこれ以上はつなられてもなとか毎年でもなるよなと思ってなったらあやっぱあもう無理やわみたいなうん、うん、まあうだるような暑さになるともうそういう気持ちにもなりますわねほんだらもうなんかこう9月終わりぐらいにやっとちょっと温度が下がってだからなんかもうなんて言うんでしょう通り過ぎていくのをただただ待つしかないもの うううううん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 、うん師匠はえっと暑い派と寒い派。寒い派あそこは寒い方が好き。大好き。あ冬のもうまあ,あ妖精とはちょっと自分でも言い難いですけど。<laughs> いや、言ってもいいと思いますよ。冬のうん、もう死後。うん。あおほう。もうね。そんなに 皆さんご存知か分かんないあの『セイント・セイヤ』でいうところの僕は小学校の時にキグナス・氷河役だったんでおお,おダイヤモンド・ダストでおなじみのはいもうあの<ぁ>ダイヤモンド・ダストって技をね雪を詰めてあ <laughs> <laughs> ス好き合宿ではいでダイヤモンド・ダストって言って <laughs>、うん、放出してました手から <laughs> 子供やな <laughs> 子供まあ子供なんですけど子供らしいはつらつとしたギャグですな、はい、それぐらい僕はもう冬に <laughs> 調子のいいタイプ。<ー>これたくない。なんならより加速して、<お>はい、冬のもう仕ですね。うん、だってこうやっぱり外に出るとね、寒風吹きすさぶ、そのもう凍てつくような寒さの日もあるわけじゃないですか。大好き。あ、すごい。はい、もうあのその代わり防寒しっかりして、うん、その ほんまに寒っていそのちゃんとし防寒をした上で外でその寒い空気に触れてる時に自分のクリエイティビティはマックスになりますね。うん、おーかなりのね申し子具合。いやそう申し子としか言いようがないですよね。普通はね世の中の人ってこうやっぱり春になったら、はい、やっと冬が明けたと。 で春が大好きだ夏が大好きだっていう人の方が多いイメージありません、うん、そうですね夏皆さん好きですよね海だと例えるならなんかそういうふうに言う人が多いじゃないですかなんか冬はちょっと暗いし寒いしみたいな、うん、でも逆に匠君は冬の方がもう逆にクリエイティビティも発揮され、うん、<で>マックスです、ね、ほ<ー>そこまで断言する人は初めてあったかもしれないあっ そうですか,、うん、だから10月あたりのあの冷たくなった夜風の日が一番テンションが上がるっていうか、うん、そうなんですよね<ー>変わってまあ冬生まれっていうのもあんのかなあそうか11月ああそうなんですはいでも私7月生まれですけど夏大嫌いですよ、うん、そうですか私も本当は冬派ですあそうなんですねうんこれだから うん、逆になると僕が例えば夏好きで、はい、師匠が冬好きやったらこう面白いバチバチになるんですけど同じ方向にいくしくも好きな方向がいってしまってるんでああそかなかなか広がらないかもしれないですけど話としては。いやいやいやでもやっぱりその夏に冬を感じるものっていうのはもう、うんうん、エアコンしかないじゃないですか。ないそうですね夏に冬を感じるのもの涼しくしてくれるものですな。そうですよね、うん、エアコンを あの僕は引っ越しの時にはいはいはい、はい、清掃したんですねエアコンを清掃はいエアコン清掃って、はい、なかなかこうねやる機会ってないんですけど業者さんはいセルフセルフいやいやセルフできないんであの業者さんに僕も引っ越し渡米の時からもう56回してるんでこの5年間でうんうんうんアメリカでも引っ越したりとかしてああ中でねアメリカのそううん 向こうは、まあ,あ、ビルトインなんで、うん、あの基本的には、冷蔵庫とか、洗濯機とかも。備え付け。はい、うんで。水、水を扱うもの関係はもう全部あるんで。はい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 。あの、持っていくものは、まあ、ソファーとかベッドとかそういうものだけなんですけど、まあ、日本はね、うん、あのどうしてもそういうのあるじゃないですか。うん。うん、で、日本を空にしてアメリカに行って帰ってきた時に、もう空だったんで。うんうん、はいはいはい。あ、家がね、はい。はい。お家から空で。うん あの戻った時にエアコン清掃したら若い兄ちゃんが壊してしまいましてえエアコンをはいどういう感じでいや経験がなさそうな感じだったんですけど「大丈夫っす」みたいなこと言うからじゃあやってたら「すいませんつかなくなりました」みたいなあ電源がはいうんでうん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 真冬はい真冬ですよね うん、まあ日本は両方一緒なんですけどまあアメリカだとヒーターとエアコンチューナーっていうとそのクーラー専用なんですけどあそうなのそう向こうはヒーラーないはいあのね両方で<ー>両方いけるものもあればまあそうですね分かれてるものもあればうんうんそうそうほんで、うん、とにかくそれ もう零度とかの時ですよ、1月なんで。うわ、寒い。はい。そう、なんぼ寒いの好きな僕でも、家の中で、それはやばいじゃないですか。まあ、まあ、そうですよ。うん。ジャンパー着たくないですからね、家の中で。家の中でね。<laughs> ね、コート着たくないですから。ら<う>着てましたけどね。着てました。<laughs> それ嫌ですもんね。いや、でも、はい、でもそんな師匠は。エアコンを三回買い替えたっていう。噂を聞いたんですけど。いや、いや、いや、違いますよ、違いますよ。あのー。去年引っ越し。した時に。はい。 その、えっと、まあ、引っ越しですからね、全部、新しく、はい、ま、付け替えも含めて、はいあの。我が家は5台エアコンが必要やったわけですよ。5台はい。だから、そその5部屋そうですね、5部屋分の、はい、あの、エアコンが必要になりまして、はい。で、前の家もね、4台あったんですけども、<laughs> ちょっとなんでそんなにいっぱいあるんですか <laughs> これなんで一人暮らしやのになんでそんなことなのかなって。一人暮らしで四4台、はい そうです。私、その一軒家ですから、そのお家がね。う,うん、二階もありますんで。はい。前の家に関してはこう3階建てやったんで。はい。うん、だから、この部屋数が多いんですよね。はい。それで、その前の家も4台あったんですけども、はい、えー、2台を廃棄して、2台をこちらに付け替えると。はい。新しいお家に。はい。そしたら、やっぱり3台分新しいのを買わなきゃいけなくなりまして、3台買いましたね。はい、3台 うん。それは、うん、室外機も3台。もちろん、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 もちろん。室外機とセットですからね。そうですよね。あだからその時にいっぱい調べましたね、やっぱり。初めてというぐらい、そのエアコンのスペックはその時に。ちょうどエア温度いうのがないでしょ、寝る時とか。うん、なかなかないですねで。最近ね、なんかね、寝室専用クーラーっていうの出たの知ってます<え>どういうこと寝室専用です寝る部屋専用の 人感センサーと、うん、さらにもっとなんか、寝息やったかな、なんかもうね。え、その寝息に合わせて、こう、風が出たり、入ったりするんですかこっちが吹いたら、向こうは吸うんですね。<laughs> そ,うそ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 う、そこまで来たんですか呼吸じゃないですか、それね。うんうんうん。え、何寝、ねね、寝てるときにはい、なんかど、どうとか、なんか、とにかくもう、今までのとは全然違うっていう。 出てました<ー>ちょっと名前忘れたんですけど皆さんもし気になる方は調べてください寝室専用クーラーっていうのがなんかねうんなんか見た目もなんかちょっとステルス戦闘機みたいな色してたような気がするえ暗い灰色みたいななんかプロ仕様みたいな色してましたけどねおそれはなんかこうレーダーに映らないとかではないんですね別にそのエアコンはこう誰がそれをまずいと思っているのかっていうね <laughs> 誰が隠したいものなのなかっていう思ステルスエアコンなんてなんかネーミングはありそうじゃないですか。ねネーミング良さそうですけどね。あうん、でもその名の通りやっぱ感じないぐらい、うん、ああなるほどそうだから僕いつも思うんですけど冷たい空気風がない、うん、まあ冬って別に風ないけど寒いじゃないですか。うん寒いで風ない日でもね。ということは空気が冷たいと。はい。 この風のない空気の冷たい状況が夏の寝室にあったら、どれだけ寝やすいやろうと思うんですよね。ああ、なるほど。なるほど。うん。風を感じさせないというか。うん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 。そう、だから。やっぱりそういうところになってくるんじゃないかな、この今後ね。この、えっと、いわゆる除湿ってあるじゃないですか。はい。湿度をなくすと。いや、あれも風出てますよ、なんか。それとはまた違うんですね。風そのものなんすなうん、そう。風そのもので、<ー>でも、なんか。 とにかく風は何、あ、ていうかな当てないのの限界に挑戦してるっていうかへ、うん、えー、だって扇風機でも言うたら冷気は出ないわけじゃないですかそうでも風に当たり続けると気持ち悪いって言いますよねそうそうそう,そうっだってなんならねえか風あのバイクとかでもうんあのねよく見る方多いと思うんですけど長袖着てますよ夏でも。 はいはいはいレーサーしかりまあその一般道でもねああはい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 は暑ないんかなと思ったけど自分がバイクに乗ってた時分かったんですけどやっぱ風ってすごい疲れるんですよああ<ー>、うん、だからあの長袖着て、まあ、停止時はめっちゃ暑いんですけど、うん、走り出したら、うん、結構ん結構 きついんですよ半袖は本来、うん、長時間はね、うん、1>, 1時間超えるとちょっときついんじゃないかな、うん、へえでもねクーラーでねちょっと思い出したんですけどと,とある芸能人の家に行った時にね、うん、クーラーをちょっとこう下げてって頼まれたのかな、まあ温度をね、はい、部屋の温度がちょっと寒いから、えー、そう,そう、うん、普通ってクーラーって何度ですかおこれ面白い これ面白い。人によって違いますからね。ねでも、人によってというか、クーラーによってね。うん。最低温度って、まあ、20のとこもあれば。うん、18もあれば、16もあるんかな。そうですよね。16あるかな。うち16ちゃうかったかな。ただね、その芸能人の家はね、14度まで下がったんですよ。うん、えなかなかですそう。見たことないですね、14は。いや、僕も見たことなくて。うん。やっぱ 芸能人ってすごいなって、なんかその時ちょっと思ったんですけど。え、そ、それはほんで、その14度設定にしてはるんですかいや、してみたんですよ、僕が。<laughs> 下げてって言われて。はい。いや、だって、でそんなことすんの未知の世界やから14度。体感してみたいと。そう。寒いわー言われますよ。<laughs> それ絶対大阪の芸人さんの家じゃないですか。<laughs> <laughs> ツッコミでしょ、それ。そう,そう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 。<laughs> 限度っちもがあるやろう、言うて。 <laughs> <laughs> そんなやつおらんやろって言われてそう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 ,そういやあの東京のまあ一流芸能人の方だったんですけどやっぱりうんなんか一般人には流通しないクーラーがあるのかなとかね高スペックなんですかねやっぱりってことはいやでしょうね業務用みたいなのが入ってたのかあ,あ,あとなんか聞いた話ではねなんかねあの知り合いのお店で、うん、クーラーすごい好きな そのオーナーさんがマックスに下げてたんですって。いますね。そういう方ね、はい。ほんだらクーラーが凍って、うん。あ、そう。はい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 。クーラーって凍るらしいですよね。凍結ですな。そう。まあ、それを溶かせばまた作動するんでしょうけど。うん、うん。そのもの自体が凍ってしまうです。なんかすごいな。なんかね。うん。すごい話ですよね。すごい。なんかね。あの。なんとも言い難い。美しい。なんか。 っていうううかなんんてでしょあの面白いいや今僕はその話を振られた時に魔法使いがねみたいなことを言おうかなと思ったんですよ自らみたいなことを言おうから殉職っていやだって人を冷やすためにこのようにね存在してる本人がこうって思ったっていうのってわかりますよ。どういう感じなんやろう 手塚漫画みたいなこと言ってますよ、今。あのあそうですか。うん。こう、機械支配された世界。そんな深いこと言ってます殉職って、<笑><笑><純色で笑>自らをね。まあ、特に機械やからね、うん、あの言,言えるし、まああのね、笑ってもいい話かなと思うんですけど。まあ、確かにね。いや、でもそうですよね。そこまで帰り見ず、我が身を帰り見ず、冷やそうとしたエアコン君の殉職ですよ、そう。そう <laughs> いやそうとして、あまりに自分が凍ってしまったみたいな。今だから、あれですもんね。エアコンには自動、あのお,お掃除機能っていうのがついてて。はい、で、それ何なんかなと私思って、まあ、エアコン切るじゃないですか。はい。じゃ、何が始まるのかなと思ってたら。その、熱くなってますもんね。中で。殉職しないのに。あ、逆にね。 そう、ロケっていうんですかそういうのをこう溶かすように、中で熱くなって、かかかだからむしろ熱くなるんですよ、部屋。あ、お掃除すると熱くなるんですね。そう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 、エアコンが熱を持ってるんでね。うん。ちょっとした暖気が出てるんで。いや、でもすごいけど、なんで夏に壊れるんでしょうね。あの、まあ、僕が壊れた冬は、その人的ミスだったんで。はい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 。若い兄ちゃんのね。そう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 。うん。なんでしょうね。はい、やっぱりその、 タイマー的なもんなのかな夏に壊れたら修理めっちゃ時間かかりますやん。かかります。かかります。で、価格も変動します。あ、価格変動するんですね。辞書知りませんこれ、はい。知らない。あのね、だから私3台買わなきゃいけないから、はい、やっぱり価格に関しては考えたわけですよ。はい。で、やっぱり普通、最近ってまあ物価も上がってますし、そういう電化製品も高くなってますから、はい、3台買うってなったらやっぱり4 50万ぐらいのイメージあるじゃないですか。 でもやなそのでもね、うん、嫌でしょ、ちょっと。音楽機材は4五50万出せんのに、いや、いや、もちろん、4 50万出せない。もちろん、もちろんなるでしょ。でもいるしね。ほんで、調べたんですけど、エアコンって、そのいわゆる住宅系の建材っていうんですかね、住宅に必要な建材ってあるじゃないですか、壁から屋根から、お風呂とかもそうですけど。 そういうものの中で一番エアコンって値段か、あの、どういうんですかね、低価と、はい、えー、えー、お店で売ってる価格に差があるの商品なんですって。確かに低価見たら驚くような値段してますもんね。うん。だから、あのー、えっ、ー、とね、8割引きとかっていうこともあり得るぐらいの商品なんですって。メーカー希望価格がね。うん、そうです、そうです、そうです。はい,は,いはい。 いやそれは何でかっていうとまあ言うたら季節問になってくるからうん。えっとんで去年の型落ちとかもあって、はい、要はこう需要と供給のバランスがすごい取りにくいからうん。もう去年の投げ売りとかが始まるからそれだけあの販売価格が下がるらしいんですよ。なるほど。だからその時期を狙わないとすっごい同じ商品でも高く買わされてしまうんでうん。うまく買わないとね損するんですよねあれ。いや時価ってことですね。 そうですそか、うん、でまあ夏に買おうとするともちろん高いわけですよね高いしそのね1ヶ月待ちやとかなりますからねそうそうそう、うん、いやちょっとな僕でもねあの不幸中の幸いはその、うん、ちゃんと保険に入ってたんでその,あのクリーニング屋さんがあはい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 でその故障しちゃったからもう無理じゃないですか、うん、全額であのほ,ほぼほぼ9割以上 はい断してくれましたねあのその保険ああまあね自分とこの過失ですからねそう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 うんこれ僕この冬どうやって過ごすんですかって一応言ったんですけど一 <laughs> 月はい <laughs> それはありますよそれは腹立ちますもんね<う>、うん、まあまあねただまあその人もそんなあのすいませんみたいな感じだったんでうんちゃんと火を認めてくれたんではいはいはいこれ火を認めないとねちょっとそうですよ。 ラウンドが始までも何もしなければこう何もしなければ壊れてないわけですからねそうまあただ何かしようとしたのは僕なんですけど清掃というねあはいはい正しいですよでもそれは普通ですからでもいつ壊れるか分からへんし清掃しとこうと思ったらうんまさかそこで壊れてはいでもまあ新しいもの入れるしかないとうんうんね高いですもんね修理ってしてもね結局そうそうそうほんならあの まあ、こ,こちらのミスなんでってちゃんとやってくれたんでうん,うんあの「ありがとうございます」ただまあ3週週間ほどあ,、はい、ああ長いはいどうやって過ごしたかというとあの極断っていう毛布があるんですよね <laughs> 極断<段>毛布じゃないわえっ、ー、と布団のシーツだ布団のシーツ極断はい、はい、布団の、うん、布団あるじゃないですか毛布じゃなくてあの、うん、お布団ね掛け布団ね はい、掛け布団のシーツが、うん、ほぼ毛布みたいな厚さの極段っていう、うん、もうそのあの暖かい空気をより逃がさないと。でそれと,、えー、とベッドカバーも極段っていうのがあるんですよ。うん、まあその下側ですけど冷、うん、気ってどこから来るかってご存知ですかあのベッドのね、うん、下から来るんですよ。 ほう。実は寒い人は、あそう、これ豆知識なんですけど、ベッドの下、あまあ、空いてるじゃないですか。うん。あそこになんかもう何でもや安い毛布、うん。うんうん、敷くと、うんうん、それだけで何度か変わるらしいです。ああ、そうか。冷気は下で暖気は上か。そう。か下から来るから。下から下か。そう。そこに、ミュート。そう。 ダンボールでもいいんじゃないかな、例えば。新聞紙でも、のなら、ちょっと銀紙みたいなの体に巻く災害用のやつあるじゃないですか。ああ、はいはいはい。あったかい。あれがいいんじゃないか。あれを置くだけで、その、何て言うかな、防げる冷気をちょっと止めれるっていうか。で、まあ、それもやって。断熱できるわけですね。そそうう断熱 うん熱じゃないか熱じゃないですだなんて言うんでしょうね冷たい空気をとにかくちょっとまあでも冷たいのも熱ですからそうか断熱かいいじゃないですかうん断音ほんでえっとその極暖の毛布であ毛布っていうかシーツ型毛布でうん寝たらうんゼロ度ですよその部屋ねほぼお寒いや暑くてあれ 逆に、そう無極寒が暑すぎて、お<う>、逆に汗かくっていうそのパラドックスな話ですな。そうどこまで暑いねんっていうね。<laughs> あ、そんなに聞き目あるんや。いやすごかったですね。ええ<ー>。そうまあ勉強になりましたけどまあだから暖房がつくまでは、うん。極寒なんとかなん,なんあとちっちゃいあの電気スト電気暖房買って。うん。 あの、なんとか防いだんですけど。あーへー、はい、でも、まあ、大変な時期でしたね。あ、そうですね。今、今聞いて、思い出しました。僕。<え>あの、ぼ僕もね。あの、前の家の時に。はい。その、あの、ガス給湯器壊れまして。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。六月、七月ぐらいに。はい。で、えっと、まあ、電話したら、また三週間ぐらいかかる。二週間、三週間かかると。はい。 でもまあ夏やからしばらく水でいいやなんて思ってたらもうめちゃくちゃ寒かったっすねシャワーこないだ僕それやりました1日だけそう何であのあ雨で、うん、あ雨が入り込んでいうきにあのガス使えなくなって水シャワーやりましたね <laughs> 思ってる以上でしょうんあのど真夏しか無理ですね無理よねはい なめてたわーと思って夏だから大丈夫やろうと思ってたらいと思って。俺もなめてましたし、ほんで、うん、あれはあの頭10秒ぐらいだけその日光の熱でちょっとだけぬるいお湯が出るじゃないですか。水道管で温め、ね、そう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 ,そう,そうアスファルトの下で温めてます、ね、あのしゅ10秒になんかこう <laughs> 集中させるっていうかなんかのそう落としたい汚れを <laughs>。 まあ、ただ浴びるだけなんで気持ちのね面ですけど。うんうんうん。いやもう,もう家電ってもう本当ありがたい。現代人にとってはもうなくてはならない。ね、特に電気を扱う我々は。はい、うん。うん、これ電気ね、供給止められたらもう、もう流しになるしかないじゃないですか。流しあの、あ、こぎ持って。あ、そっちそっち、音楽の方ねはい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 。アンプラグドアンプラグドになると。<laughs> そう、うん、やっぱりね、うん、電気まあ家電ほんで、まあ、クーラーは特にその機材の熱を下げるっていう意味ではもうすごい温度になるでしょ機材って。そうよねねファンが必要になりますもん逆に冬なんかは機材の電源入れたらちょっと温度が上がるから逆に結構ね、うん、あの12月後半ぐらいまで暖房いらないんですよスタジオうち。うううんうん、うん そ,うその機材の熱が勝手にこうね温まってくれるからこれあの音楽機材はほんまに熱一発でやられますもんねですね、うん、野外ライブしたら僕何回も機材壊れてますもんやっぱりあそれはもうだって日光当たっちゃってるからでしょそう野外やとねああもうそれは、ね、うんリ,リハして本番まで1時間あったらもうその間にショートしてますもんちょっとええー、うん確かに2 3三度が一番いいんですよ音楽機材って。 ああの僕人感的にもそれぐらいがいいですね<あ>23から2556、ね、度ぐらいまでこの3度の間で生きてるなって思います、うん、やっぱり一緒ですよね機材もそうか、うん、そんな中でズームの時間も <laughs> ズームももう熱を持ってきてますから <laughs> ズームも熱を持ってきて <laughs> 残念ながらの話でございますが、はい、少しでも我々のこのね話がうん 夏のみになってくれたらと。いいですね。はい。風鈴なんかちょっとね。ああ、いいですね。ね持ってないですけどね。うん。サンプリングでじゃあ。サンプリングの。こちらはもう、風鈴の音だったらもうあります。鈴とかもね、一応そういうのもね。入れようかな、ここにね。ああ、いいですね。キリン、キリンと。夏っていうことで。うん。ありがとうございました。はい。引き続き、よろしくお願いします。 ありがとうございます。どうも、はい、失礼します。